まあ、今5月やからうまくなじめてないなみたいな人いると思うんですけど、僕まさにそういうタイプで、学生時代もそうですし、そういういろんな環境、新しい環境入っていつもそうなんですけど、僕は自分は2学期から人気が出るタイプっていうふうに 思ってるんですよ。思ってるというか思おうとしてて、1学期はもう捨ててるんです。あの1学期はやっぱ社交性がすごくあって、声がでかくて目立つ人で、手挙げられる人がまずやっぱ目立つし、人気者になるし、名前も覚えられるしってなるんですよ。でもその1学期の4月5月で目立ちまくってる人って、これ2学期ぐらいから飽きられ始めるケースがあるんですよ。で3学期で気ぃついたらあんまり印象残ってないみたいな、そういう人はそういう人でやり方多分あると思うんですけど、だからそれぐらいで自分のピークをどこに持っていくかっていうのを考えてたら、4月5月あんま馴染めてなくても焦る必要ないんじゃないかなっていう。4月5月はなんかボソボソ隣の席の人とかに、なんかだんだん自分のあの個性みたいなものを知ってもらって、その数を増やしていって、2学期ぐらいになった時になんとなく全体的にあいつでもこういうやつだよねって分かられる、うん、それまではちょっと難儀やなとか、ちょっとあの表現しにくいなっていう状況でも、まあ1学期はそんなもんやろうって思うのも、うん、一つの方法かなっていう、まあ、焦りすぎないっていう。で僕も高校の時とか1学期の最初なんてあんまり自分から話しかけないんで、だから一人で飯食ったりしてたんですけど、4月とか5月ぐらいまでもうできるだけもう喋らんとこうみたいな感じやったんですけど、だんだんみんなが、まあ、男子校やったっていうのもあって分かってくれて、サッカー部やったっていうのもありますけど、2学期には教室でご飯食べる時はなんとなく僕がいて、こうみんないて最後の晩餐みたいな感じになってたんで、30分か1時間現場に早く入るって、まあ不慣れな時とかは、そうしたらまず環境になれる、なれるっていうのと、まあ準備できますよね。この一番いい状態で仕事に入っていけるっていう、自分が一番先入ってるとそこから一人ずつ入ってくるわけじゃないですか。一人ずつ入ってくると一々でお願いしますみたいな感じで、こう一人ずつこう慣れていく。逆にみんな揃ってる段階で最後に自分が来たら、その環境と自分の間にすごい、なんていうんですかね、距離があって、そこに馴染んだり慣れるまで結構時間かかるから、だ早く入って準備して、今日どういう話になるかなとか、これ考えとこうとかってやってればやりやすくなるかなと思って、遅刻してきてなんか思いついても消極的になるじゃないですか。今まだちょっと存在消しとこうかなとか、午後ぐらいから何もなかったかのようになんか発言し始めてとか、なんかみんながもうそれを忘れた頃に、それがもったいないですからね。だからサッカーの話ばっかりで申し訳ないんですけど、部活やってた時に夏のめっちゃ練習しんどい時とか、僕やっぱ30分前とか1時間前に入って、そのチーム全体のアップの前にちょっとアップしたり、スパイクをなんかこう一番自分がしっくりくる感じで結んだり、うん、ってやってましたね。だから5分前に来て荷物置いて急に練習し始めるやつとか見ると、根性あんなっていうか。だから今もすごい緊張する仕事とかってやっぱ早めに入ったりとかしますしね。でもこういうことを言うとね、じゃあ又吉が遅刻してくる仕事はどういう仕事なんだみたいな、なんか話になりかねないんで、あくまでも
客観的に見てというかあとまあ、 あのこの靴ね、1位になった嫌いな人苦手な人の靴を見るっていうのがあって、これがリモートやったら靴見れないですからね。その意見が実はあったんですよ。今リモートなんでどう見ればいいですか、はい、まあだから赤ちゃんの時想像するってことでしょうね赤ちゃんやったやつがこんな大きくなって怒ったりなんかツンとしてるなみたいなふうに考えるといいかもしれないですね。なんか昔コントの設定で考えてまだ実現してないんですけど、いわゆる、仁義なき戦いみたいな、ああいう映画の世界観で対立してる2つの組織がもううわーっつってこうやるんですけど、やりながらそのやってる人たちの、 あの生まれた時の体重とどんな状況で生まれたかっていうのをお母さんみたいな人が一人ずつ言っていくっていうなんかあとはまずちょっとサッカー例えになるんですけど、あのボールがない時の動きが大事。サッカーってあの、まあ、中継とかやとサッカーボールばっかり映るんですけど、そうですね、実はあれはチームスポーツなんで、ボールを持ってない時、自分がボールに関与してない時にどう動くかっていうのがすごい大事で、スタジアムで見てるとみんなすっごい走ってるんですよ。こっちにボールがあってこうドリブルしてる味方がおったら、こいつはセンタリングを上げるわけですから、この辺におるやつもみんなこうゴール前まで走っていくんですよね。でもここで取られたらこの走りが無駄になるんですよ。でもここが走ってないと、ここがセンタリング上げれる体勢になった時に無駄になるから、お互いがお互いを信用して動くし守るし、で自分にパスが来る可能性は 30% やけど走るんですよ。で全く出ないってこともあるんですよ。あいつ全然ボール触ってないなって揶揄されようとも、実はやっぱりプレーしてて走ってて、それがね結構大事やと思うんですよね。チーム全体に関わってくるんですけど、これが会社とかで言うと、直接会話に入ってない時にどんな顔してるのかとか、なんか今俺じゃないよねっていう時に気抜きすぎてると意外と見られてたりするから、あのやりすぎる必要はないんですけど、なんか関与してますよっていうその自分がその話題の渦中にいない、仕事の真ん中じゃない時にどういう動きするのかみたいな、これが上手すぎるともうパス待ってる時あるんですよ。上司が誰かと喋ってて、自分は話しかけられてないのに、あの上司が話しかけてるやつよりもいいタイミングで笑ってたりみたいな、ほんなら上司もこう視界にめっちゃ感心してるやつおるなって入ってくるんで、なんかこっちの方が喋りやすそうやなみたいなあったりとか。これね、でもね、舞台でね、演劇とかで言うとね、綾部その動きめっちゃうまいんですけど、演劇の時邪魔で、なんかね、舞台の時僕が一人で喋るシーンあったんですけど、お客さんこうお客席見ながらこうやって、でも僕はその時にこう思ったんですよって言って、なんかお客さんが僕見ながらチラチラこうやってなんか見てるんですよ、こっち。なんなんやろうなと思って、後で映像を確認したら、綾部が後ろでいわゆる なんていうんですか、あのセリフはないけど一応その場におる人のリアクション、あれがあいつがこんなんとかこういう、 もう顔と動きでやっかましい、黙ってんのにこんなやかましいやつおんねんなっていう芝居をここでずっとしてて、なんでそんなことするんとは思ったんですけど、こっちに磨いちゃったんです。それってやっぱ綾部さんは天性の俺が主役やっていうのがあるじゃないですか。それはまあ相方を潰してましたけど、でもそういうことも実はできるってことですよね。5月気重いなっていう、なんか楽しみを見つけるのがいいんじゃないかなと思うんで、会社に持っていく美味しいパンを5月中に決める
会社の近くのコンビニとかで買うんですかね、その時にもうすぐに俺はもうカレーが好きだからカレーパンとか決めずに、なんかいろんなパターン買ってみて、今日はちょっとこれ行ってみようとか行きつつ、あ、5月中に いろんなパンの美味しさを知って試すんですね、はい、試してで5月の末ぐらいには、まあ、これやな、この2つ、この3つもう完璧、順番これこれこれやなみたいなやつを5月中に決めるっていう目標を1個持ってると朝なんとなく楽しいというか、もう一つは、会社におしゃれなタンブラーを持っていく。おしゃれなタンブラーいろいろ売ってるじゃないですか。あれを持っていくことによって会社で失敗したり先輩にすごい怒られたり孤立してても、俺のタンブラーめちゃくちゃおしゃれやからなっていうので、なんか上から見れるんですよ、その場。いや俺一番仕事できんけどタンブラー一番おしゃれやから、タンブラーダサいやつらがなんか俺に言うてきてんなみたいなっていう、このすり替えるっていう、そのハンカチでもいいですね、ハンカチ手ぬぐいとかで、まあ、仕事できる上司のハンカチとか見て、地味なダッサいやつ使っとんなみたいな。100の3、逆にやっちゃダメなこと、ランチを一人で食べない。あ、まあ今はね、このこういう状況ですから一人でご飯食べるのが推奨されてると思うんで難しいと思うんですけど、落ち着いたらね、僕も一人で食べたりするの好きなんですけど、30歳手前ぐらいから自主練しかしてこんかったなと思って、お笑いって人と一緒に喋ってなんか作ったりするもんやのに、サッカーでいうと対人プレー一切せんとリフティングと壁にボール蹴り続けてきたなって思ってちゃんと試合せなと思って、意識になって実際に人とご飯行くようになったり、ちゃんとそういう場に行って人の話をちゃんと聞いて自分の話ができるかみたいな、すっごい緊張するじゃないですか、したんですよ最初どのタイミングで喋んねやろとか、そういうのをやってたよかったなって僕は思いますね。なんであの時俺ずっと一人でおったんかなみたいな。あとはもう簡単なんですけど、あの眠たくなるので昼ご飯は食べ過ぎない確実に眠くなります、これは。いっぱい食べるとついつい、なんていうんですか、ユンケルとかリボビタン D とかドリンク剤みたいなやつをこう使いたくなるじゃないですか、気合い入れるために。それはいいと思うんですけど、それはあの机の上にその空き瓶を置いたままにしてると、こいつ大丈夫かなっていう、そのだいぶ疲れてるんちゃうかなとか、めちゃめちゃ今日に欠けてるなみたいな、過度に注目を集めてしまいかねないんで、飲んだらさっともコンビニのゴミ箱にね、はい、捨ててほしいですねちょっと前のめりな感じが出ちゃいますね、出すぎるんでね。あとあの自販機で缶コーヒー買うときに先輩に断りもせずに勝手に先輩の分も買わない。おー、だからこれね逆なんですよ。だから先輩が自販機で買うときにコーヒーとか買ってはいみたいな感じで渡すのはいいんですけど、後輩側が勝手になんか先輩これよかったらっていうのはなんかあのちょっとやりすぎなんですよね。それやりたいんやったらコンビニ行きますけど何かいりますかとか、はい、あちょっと自販機でコーヒー買ってきますけど先輩大丈夫ですかとかがあればいいんですけど、事前に何もなしの気利いてる辞書的にコーヒー買っていくのはちゃうかなってはいみたいな感じで渡すとなんか失礼なんで、僕やったら多分笑ってまうと思うんですよねあとまあ近いやつでタメ口で先輩に突っ込むのがまだ早いですかね。5月じゃ早いですね。まずは、敬語をちゃんと使って敬語で突っ込みつつ様子見て秋ぐらいですかね。たまに変なやついますね。例えば仕事終わりに飲みに行って
いじられて、ちょっと待ってくださいよとか、いや何回言うねんみたいな先輩にやるじゃないですか。でそこはもう楽しい感じでバーって行って3日後ぐらいに終わった時に、普通はあの、あ、ごめんなさい、この間ごちそうさましたからじゃないですか。なんかその時のノリの続きから行くやついるじゃないですか。なんか、え、なんでみたいな、一回ね、一回寝たらあのまた元やでっていう、なんかね、だんだんそれがね、わからなるやつおるんですよね。あと、まあ、センスある文庫本置かないに近いんですけど、問題が山積みだなとか、最近夕焼け見てますみたいな、あんまそういうなんか世界観強めのことはまだ言わない。なんかまだあのそういう個性出すタイミングじゃないですね。怖いですよね、後輩に言われたら。あ、なんかたまに見てるけどなみたいな、だったらいいんですけどとか言われたら、なんかなんやろってやっぱなるんで、くらいですかね。特殊な、ね、この2020、2021なんですけど、うん、大変っすよね。4月、5月なんて新しい環境に飛び込むときってみんなめちゃくちゃしんどいというか、パワーいるじゃないですか、慣れるまで。それが、そもそもがこういう状況だとね、出社できてないみたいな人もいるでしょうし、なんかね、よりどころを見つけてもらいたいですね。まあ出社しないから時間があるみたいなやつやったら、なんとなく自分で1個、今月じゃあ映画3本見ようとか5本見ようとか、罪と罰読んでないから読んでみようとか、なんか毎月目標を決めてそれやるとかね、それはもしかしたら20年前の僕たちとか10年前の僕誰かの世代にはできなかったことかもしれなくて、僕なんか40になってからなんかゴッドファーザー見たり、もっと早く見とけばよかったって思ったりするから、それはもしかしたらこの世代のアドバンテージになるかもしれないですよね、時間を有効に使うっていう。うずず、高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。